だから竹の血脈っていうのは何ですかって話です。まあ、これちょっとお詰めすると、まあ、日春商人が入院するとき、大石に入るときに、衆と旦那をこの集めて、でそれが使徒、まあ、日春商人と、まあ、永代普通と、もう長年、もう今後一切、日清商人 と日春商人ですね。日清商人と衆と旦那の永代普通の起床文を取ったと。日清とは縁を切れと。日春が入院の初めにみんなを集めて、誰と衆と旦那を集めて、それがしから、それがしは日清。あ、そうそうか、日清商人と永代普通の起床文を取りて書きそう。そう、要するに自分と縁を切れという、ね、起床文をみんなから取ったと。みんなから取ったので、信用できんと、いうことで竹の血脈を渡したと。不審に存じる。そうですね。日清の神帝。ああ、日清のね、神帝を定めの証拠がね、竹の血脈を渡したと。読んでくる。しかるがな、起床文、長文に取りされました。生死の行事に東京の下宿ならぬ宿門宿門宿門との愛を出します。これは今度は近れどもそうではあるけれども、まあ、昭和2年の9月に生死が行中に、当家の血脈並びに証文の所着を共に愛を出します。ここはちゃんと渡した。それがして前にもともと残さ、手前にはもう全然残してなくて、液晶門を捕まつ、で、その他いろいろ扱う、これが様子の、様子の、生死が合点しないと。そうそうそう、これは要するに言いがかりをつけられたことに対して、日春商人側からの言い訳、言いがかりについての反論だから、だからまあ、その言われは、言われる言われはないわ、ないよ。その他にもいろいろ言われたけれども、それはそんなことはないよと言ってるのがこの反論ですね。で、この次は何、この秘密の所着のことを、そういうね、それも言いがかりなの。おそらくその時に僧侶が全部渡させてなかっただろうという、一瞬が不審をしてるんですわ。それで秘密の書籍があるだろうと、まあ、それは十二代の本かなんか知らないけども、でそれに何らの書にて候や存ぜん候って言ってるんですよ。そんなものありませんよと、日春はだから自分の僧侶に納得は言ってないんですね。それが師匠寺の元は、本は師匠の僧伝、ある意味また、異物、その他という似て書者の本にて候の間用意によって語りなくと、世間にはばかるようなものがありません。足りない。代々より、この上の字ちょっと錯綜してるんだけど、まあ、それちょっと前に書くと、代々より、おそらく10という字が入ってるんだ。代々より削除、これ序歴の問題が絡んでるんですわ。実際序歴されなかったんですけど、和睦があって、この時には序歴が絡んで、代々より代々削るような人のことも言ってるけども、哲学伝授の落語と、ラッと掴んだ時に来ないとも、その時については返答に及びませんよ。まあこれはそのまま読めば竹というのはあれですかね、鷹山系ってことかね、だと思いますね。まあまあでもとりあえず鷹山系、まあ日春さんの日春商人のこの心根がまだよくわからんから、とりあえず鷹山系のものを渡しといて、まあでも後になって当家の一切合切を、まあ、ちゃんと奏上しましたよと、そういうことだよね。今になってまあいろいろそれについてまあ疑難を言われても、私としてはまあ全てを渡したから、その、そういうふうに言われる筋合いはとりあえず今ないよと。経団からもね、供養の金子、三重堂結婚の時の三重の金子も金跳ねしたっていうか言い方が言ってられてるわけだ、この前段で。これはまた本能と関係ないから、あとに読んでもらうと面白いと思うんだけど、この割をかけてね、跳ねたと、いじめられようされてるわけですよ。まあ、このことを裏付ける、この事件を裏付ける文章は、経団委員長ご存知の、経団委員長で、
これからの重視は伊勢を追い出して、うん、伊勢署に追い出して、うん、一緒に連れにあたって今後の重視を永代保証寺から出すよと約束を、うん、伊勢の時もそうだったけども、うん、この約束を間違いないねっていう大好き寺集団から返事を取りつけてそれで喜んでるわけですよ、うん、その時の状況なんですよ、これ、うん、ここも欺瞞である。そもそもこのワープロ文書の記述によると寛永8年10月12日に大石寺の書道が消失し、その再興のために教団員から800両余り、その他の男信徒からの寄進を合算して1500両余りとなったとある。ところが上記の記述と学会論士が言うところの教団員が大石寺の集団に大石寺のご法師は今後法勝寺から迎えるという受け書を出させ、その返礼に多額の寄進をしたという事実とは明らかに食い違っている。この件に関しての正史料は以下である。大石寺公住のところ法勝寺より永代一に申し候を筋目に相定められ候書きつけ、この度右両三人持参いたし確かに受け取り申し候。一つ金子500両、これは大石寺代々の商人たちの賄い型本金に相渡し申し候。一つ金子241両、これは大石寺かや吹き替えのために旦那中に預け貸し前になし申し候。寛永15年土の絵虎6月24日教団員日照。学会論士が言う意義付けで教団員から大石寺に寄付がなされたのは寛永15年であり、ワープロ文書にある書道再興のための基金がなされたとされるのは寛永8年、全く時期が違うのである。しかも寄付の金額も違う。ワープロ文書では800余両、教団員の手紙では741両。このように学会論士がこじつけようとして持ち出した教団員の歴史的事実としての文献は、1、寄付の目的、2、寄付がされた時期、3、金額においてことごとく相違しており、教団員の上記のような正史料があるからといって、ワープロ文書の内容が真実であるという証明には全くなっていない。はい、ご苦労さん。ワープロ文書を正当化しようと躍起になり、余計なことを言って、かえって墓穴を掘った形となってしまったね。